それぞれ個性があんねんけどな、とりあえず言うていくと、まあ、とりあえず言うていくとはあんねんけど、例えばな、全体に言えるのは、後で個々に言うけど、全体で言うとな、結局な、これ、結局、才能言うたら、ここ手首と太さとか、運動神経とかあんねん、ここ。これはお前根っから太いから、それはもう気にないの。でも今の状況で、一発でバンチ決めるためにどうするかいうことをね、ちょっと伝授します。手首のこれも強化はあるんでね。例えばこういうアップライトするとか、鉄アレンジね。それでもここにしてくださいけど。それとね、これ、手でこう、手にこうあれば、これ。これも必要やん。これな、歩くそうです。手首強化。これな、別に持たんでもできるよ、こうやって。うん、速さな。それと、一番下には下半身。腰入れる方、腰入れるやろ。腰入れるけどな、まあ、一つずつ、じゃあ、そういうことなんかな。これ、針。ここ伝わってないね。これ腰の腰膝。もう言うたら足首、腰、膝、腰、骨盤や。こういう感じですよね。この遠心力、威力を使って、肩の力入れて、肩は近いけど、肩で全体に肘とか手首近い入れてな。いつもやろ、ムチと一緒、運動や。ここで爆発せない。こういう感じ。ピストルみたいなイメージ、こうやって打つ。これ高い、結構高いもんよ。ここは左ね。こう打つ。腰入れて。うん。そういうのは腰高いから、こういう感じやね。打ってみたら。そういうのもこんな感じやね。こうやって腰落として。そう。腰落として。そう。で、爆発や。でこい。福田君もな、そうそう。ぐっと踏み込んで、そう、ぐっと踏み込んで、体ごと打つイメージやな、もう一つだ。ブラックの速さはあんねんけど、それで君は思ったら、体ごとな、こういうから、速いねんけど、軽いね、こう、ここで軽い、だから、体ごと打つイメージで、そしたら、今以上のレベルアップするわ。そうそうそう、体ごと踏んだら、それやってたら、そうなるいいんだよね。こういう練習、こういう練習、何としたいねん。そしたら、満足するなら。そうそうそう。日本憲法用のパンチ。私の年やろと。おじさんもな、こう、ほら、こうやって落ちたってさ、少し関係ないから、俺はあんまり一生懸命やから、こうやって練習やろ。はい、ここで、決める、気合いで。メイン決めるときは、もうね、ここでパーン打つのは決めるって。相手が例えばな、前やって相手が来たときはカウンターできるけど、自分が追いかけるときはどうするかな。前剣で自分の距離に行くから、距離を高さがかかって、スピードで一瞬測って、ガーッ体を出て、あと足が出るぐらい。ここで君は思ったよ。それぐらいいいからな。それをな、言うと悪いけど、威力もないのにな、ここで君を打ったんだ。絶対無理。相手は君となり、自分で決めるときのことやね。自分の面で君を打ったら、前取って、これぐらい行くんだよ。それを何回もやってたら、相手が来てカウンターでも決まるし、どう動いてるか。これが2つやな。だから、腰入れて、骨盤で打って、追い込む。普通はそんな押せんでも手首があるやつはそのままでバーン行かねえけど。行かせんじゃん。この違い、手首の違い。こうと、こうする。また足でもっとな、蹴ってね。憲法はそんな教え方せないけどさ、ボクシングがいたな、俺ボクシングだったけど、ボクシングはな、こういう。ボクシングは後足できる。
Thank you.